かけろ、トロン。かかってこい。
光り消え、草覆われてさもらえり、ツタの織りなす隠れ身の彼方、
走れ。
侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。よし。
まだ諦めんぞ。走れ。何かいるぞ。調べる。死を耐えで
物おじもせず守護したる。木は老い延びていつか栄えん。私を苦しくするためなら何だろう。重則様の紫殿一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ。筒の外れにいる女のことです。家族はみんな死んで食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。出すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが
なぜか泣いてました。全て奪われた。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。役立つものばかりです。聞いた話なんだが、もうこの。さあどうぞ見ていってくださいよ。お役に立ててください。また来よう。お達者で、お侍様。手に入りにくいものが揃ってますよ。役立つものばかりです。まさか素手でか。何かに当たるまで炎と三日月を出さないから。
가라! 자! 벤 할바트벤! 내군 뱉은다! 역사! 십스게 빌트 비치버스! 아치다 調べて 고이 포기を 켜로 切り殺せ。他の連中はどこだ。知りません。私は通りすがりです。嘘をつくなら舌を切り落とすぞ。
勝負! Atchasa! Grin Heflin! Das ist nicht zu leugnen!力が湧く語りを舞いたしましょう。遥か昔忠頼なる者の符が狭村を海賊から救ったのです。お侍どうぞこしらへ。面白い話を知っておるようだな。辛いよね。幾百年の昔か長尾忠頼公 音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚えいとめでたく弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。 民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども
少しをするに、ただより功を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、ただより功往生のほど、八万の鎧も消えうせっけり。人の曰く、ただより功の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿座もの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。
紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の伊織への地図。Neggi un bel. Fermi, Galli!行くぞ。フェンダーだ。速直だ。速タップをやっせ。チュウ。
ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。頼の庵、誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。
したくはない。諦めろ。したくはない。諦めろ。様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る。村の裏にある山か。
仲良くやっていこうか。望みは捨てられ。ここだ。待たせてしまったな。害を受けたか。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、分かった。見ておこう。Dodge off!
隣チェック。こちらの精鋭を出せ。
休め、ソラ。奴ら奉仕を。奴ら奉仕を。三階様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？
いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。バーサー、バーサー、バーサー、取り組み、下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。数百の海賊も一人で。新手が来るぞ、無事か。はい、社会様。大将、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 大ただより号の再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。
さて、そろそろ出立いたします。